皆さんこんにちは。私は関節リウマチを患い15年目の47歳です。私の日常とともに病気の治療記録を配信しております。毎日暑いですね。38度とか40度に迫る勢いで、まだ7月も10日今日10日なんですけど、まだ梅雨も明けてないっていうのに、この猛烈な暑さで真夏は一体どうなるんだろうとちょっと怖い感じです。今日は仕事が休みです。今週は有給を使ったりしてて、1日おきの勤務なので体が楽です。両親が体調不良って言ってたんですけど、コロナにかかってしまいました。喉がかなり痛いみたいで、熱はそんなにないみたいなんですけど、体のだるさがあってしんどいみたいです。薬を飲んで良くなるといいんですけど、ちょっと心配なので毎日よく観察して見ておきたいなと思います。なので私が料理を作ったり家事を頑張ろうと思います。多分先週老人会のバスツアー行ったので、そこで感染したんじゃないかなって思います。まあ、私も映らないように気をつけておきたいなと思います。またコロナがすごい流行ってるみたいなので、皆さんもお気をつけください。朝の韓国ドラマを見てから家事を始めたいと思います。最近シェーグレー症候群のドライアイの症状がひどくなってしまって、目薬を頻繁にさしています。パソコンのモニターやスマホの画面を10分ぐらい見てると目が痛くなってしまうので、頻繁に目薬をさしています。ブルーライトカットのレンズのメガネを使ってるんですけど、それでもあんまり効果ないです。対処療法しかないので目薬で頑張ります。さて家事を始めようかなと思います。まずは掃除をします。私のリウマチの状態なんですけど、7月2日にステロイド静注を打って、で7月の4日にシンポニーの生物学的製剤を摂取しました。お腹に2本摂取しています。シンポニーは月に1回の摂取でいいので、次は1ヶ月後に行く予定です。その間にまた激しい痛みが現れるようだったら病院に行ってステロイド静注を打つという感じで治療を進めていきます。それで今日は7月10日でシンポニーを打って約1週間ぐらい経つんですけど、今のとこは痛みや腫れも落ち着いていて、痛み止めも飲まずに過ごせています。朝の手のこわばりもあまりなくって、でベッドから立ち上がる時も割とスムーズに立ち上がれるし、階段もスムーズに降りることができます。体の痛みが少ないと本当に心も楽になるので嬉しいです。これがずっと続けばいいなとは思うんですけど、毎回そう思うんですけど、しばらくするとまたかなり激しい痛みが来たりするので、
しばらくは気が抜けない感じで様子を見ないといけません。お願いだからもういい加減落ち着いて治療がしたいなと思います。掃除が一通り終わったので今から買い物へ行ってきたいと思います。階段もスムーズに手すりも使わず降りることができます。スーパーに到着しました。今日は何が安いかな。基本的にその日に食べるものだけを買います。まとめ買いすると荷物が重くて大変になるので、その日に行って安いものとか割引品になっているものを選んで、それで献立を考えます。買い物を終えて家に帰ってきました。まずは麦茶を沸かしたいと思います。最近はこの麦茶が気に入っています。なるべくコーヒーを控えるようにして麦茶や水で済ませています。まずはお昼ご飯を作りたいと思います。今日のお昼ご飯はキャベツ焼きを作りたいと思います。キャベツとジャガイモと卵のみで簡単に作ることができます。キャベツを千切りにしてジャガイモ1個をすりおろします。そこに卵2個を入れてかき混ぜます。お好み焼きの粉なしバージョンみたいな感じかな。超ヘルシーですよね。あと塩を小さじ2分の1とブラックペッパーを入れます。ダイエットにもいいかもしれません。でフライパンに敷き詰めて焼きます。裏返してさらに焼きます。はい、出来上がりました。キャベツとジャガイモの お好み焼き風ですね。これはケチャップとソースを混ぜたタレを作りました。ではいただきます。美味しそう。これはまさにお好み焼きですね。本当に美味しいです。粉を使わないので軽いしヘルシーで本当にちょうどいいです。私は休日のお昼はそんなにがっつり食べないのでこれぐらいでちょうどいいなって感じです。美味しかったのでまた作りたいと思います。キャベツとじゃがいもと卵だけなんで経済的だし本当に美味しいのでおすすめです。粉を使わないっていうのがいいですよね。あんまり小麦粉を取らないようにしてるのでいいかなと思います。本当にお好み焼きみたいでとっても美味しかったです。あっという間にペロリと食べてしまいました。
美味しかった。ごちそうさまでした。庭のカサブランカがたくさん咲いています。暑さにめげず、しっかり綺麗な花を咲かせています。アジサイは雨が降らないので、ちょっとカリカリ状態です。ちょっと疲れたので、一旦お昼寝して起きてから夕飯の準備をしたいと思います。では今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。